ああの本日はですねあの世界的軸構想の説明会にあのたくさんお集まりいただきましてどうもありがとうございます、えー、今年の年頭挨拶で、まあ、2014年は、えー、世界的軸元年にしたいとお話しいたしましたそしてまたあの2011年に総長に就任した時に、えー、未来戦略大阪大学未来戦略、えー、22世紀に輝くというのを策定してまあ さまざまなああ、えー、プログラムであるとか、まあ、大阪大学が世界に向かって伸びるような、えーまあ、あのいろんな方策を考えてまいりました。でまたこの度ですね皆さんご存じのようにあの文科省がやっていますスーパーグローバル大学創生支援事業の A タイプに、まあ、大阪大学も選ばれました。まあ、そういう機会そういうこともありまして一度ですね皆様方に、えーまあ、スーパーグローバル大学 の内容であるとか、あるいは現在、執行部が考えていること、いろんなことを今まで何回かお話ししていることもかなり重複するかと思いますけれど、この機会に一度まとめてお話しし、皆様方のご理解を得たいということで、こういう会を開催させていただきました。 え本日はまあ30分か40分、ちょっとえよくわかりませんが、ご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。それで、ああ本日はですね大阪大学の戦略であるとか、適軸から世界適軸学問による超ある多様性の創造、あるいは世界適軸構想、次世代教育プラットフォームの構築、これはまあスーパーグローバル大学。 創生事業の内容に沿ったものでございますけどそういうものを順次ご説明したいと思います。でいつも言ってますが大学の普遍的要素というのは多様性と持続性この2つに絞られるんじゃないかと思います多様性というのは当然大学の多様性世界中にはたくさんの大学がありますか大学の多様性でもありますし それは一つの大学の学部部局の多様性でもあり当然それの当事者であるその分野である学問これは研究教育の多様性でありそれを担当しておる人の多様性ま様々な多様性があるわけでありますで、この多様性というのはですね大学は持続性を保ったのも非常に重要でありますし大学が持続性を保てるからまあ多様性も 保つこととができるんだろうと私は思いますそしてこの多様性をいかに維持していくかこれ言い換えれば教職員1人あたりの活動をいかに最大化していくかこれが大学のですね大学マネージメントにとって最も重要であると私は思いますそしてその中で大学のマネージメントの要素と言いますとこれは当然大学だけには国家あの だけじゃななくていろんな組織、企業等を含めてどんな組織にも当てはまることだと思いますけどやはり組織というものを運営している時には志が必要であろうとそしてその志を達成するための理念とは何かということも非常に重要である理念が何かによって、まあ、志がどのように生きてくるかということも変わってくると思いますさらにですねこの志と理念があってもそれを達成するための戦略であるとか戦術 こういうものが伴らないとですね、ただ口だけで言ってるだけに終わります。単に、まあ、それは志、し、理念、それは立派だけど、じゃあどうやってこれを達成するかという具体的なものがないと、まあ、組織が動いていかないわけであります。そして、さらにこの中で、私はその対話とですね、助の心。助の心というのは、相手の立場を考えて、相手の立場に立って、いろんなことを話し合う。 立場が変わわるととやはり思うことは違うこ違けですね。まあ、そういう序の心、そして対話、これがないとですね、まあ、多分、組織というのはうまくいかないだろうと、特に大学のようなところは、これだけ多様な人が集まっているところでありますから、こういう対話、序の心というのは非常に重要だろうと思っております。で、しかまあ、これはいかにすればですね、教職員1人の活動を最大化できるか、この,この活動を最大化。 とといいうことにもつながっていくわけでありますそして大阪大学ではまあ,あ私としましてはですねこの2031年創立100周年世界的塾として世界トップ10の大学になるという、まあ、志これはあ世界トップ10というのはな,な,なんとかのランキングがどうのこうのというよりは世界で、まあ、トップクラスの大学になるということを、まあ、象徴的に言ったものだと理解して頂ければいいと思いますけどそしてその志の理念はですね 大学というのは学問、教育、研究の府である、まあ、これは当たり前のことでありますが、このう当たり前のこと、この大学は学問,と学問の府である、この使命を果たすとともに、このグローバル社会において、超ある多様性の創造に貢献するんである、こういう理念のもとですね、まあ、戦略としては大阪大学未来戦略、22世紀に科学を策定し、えー、現在、世界的軸構想というのを策定中であります。 さらにまあ先日としては例えば世界トップ10に向けた部局マネージメント及び人材育成獲得支援策さまざ、あ、まなプログラム。 あるいは例えば今回のスーパーグローバル大学創生支援事業これも一つの戦術手段でありますこれのスーパーグローバル大学のために大阪大学がやってるんじゃなくて大阪大学はあくまでも世界的塾として世界トップクラスの大学になるための一つの戦術として、まあ、スーパーグローバル大学創生支援事業にもアプライしてお金を取ってきたということでありますでさらに先ほど言いましたように対話と序の心、まあ、こういうものが え大阪大学の現在の経営のビジョンであると理解していただければと思いますそしてですね大学経,験経営については古、えー、と組織の最大化というのが重要でありますがされどですねその学問の絶え間ない進歩と変容これは異文や融合であるとか細分化であるとかいろいろ学問は日々変遷していってるわけですねそれと一方では複雑要因が絡む複雑な社会の処分問題がある。 グローバル化に伴い環境問題、エネルギー問題、安全保障、災害、感染症、一つにとっても地球規模でのいろんな複雑な要因が絡んでいる、そういう社会問題を抱えておる、さらに大学が直面する新たないろんな課題がこういう中で、多様な教育、研究組織の実性と独自性、すなわちこの最大化、これを守りつつ、これだけではだめで、いかにこういう社会の変容に大学がついていくか、すなわち 既存の組織の枠を超えた柔軟かつ機動的な大学マネジメント、既存の学問分野の枠を超えた教育研究の創出と実践、この組織の最大化というか、組織としてどうこの社会の変化についていくか、対応していくかということも非常に重要なわけであります。単に、この自主性と独属性を保っているだけだめで、全体のことも考えなくてはいけないと。そうしますすとですねこれは この力の最大化であります。大学の基本であるこの力の最大化。それに対して、組織、大学全体の力の最大化を図っていく必要がある。ここだけではですね、もはや右肩上がりの時代では、この力の最大化だけでよかったかもしれないけど、今やですね、この組織全体の最大化を図っていかなければ、いろんな社会の変化、学問の変化に追随していけないということになります。 そのためにはですね当然この力の最大化と組織の力の最大化これは両方成立するのは一番ハッピーだけど時としてやはりこれはコンフリクトを起こすことがあるでその時にそういうこの力の最大化と組織の力の最大化のこのコンフリクトを緊張関係を対立関係ではなく大学発展の駆動力ドライビングホースに変換していくと、まあ、それができるかできないかであって このこのことをですね対立だけに導いていくんではその大学の将来はなかろうと思うんですねこれをいかに対立じゃなくて前向きのドライビングホースに変えていくそのためには対話であり序の心であり大学全体の志理念そういうものそういう価値観を大学構成員がそういうものを共有する。 それが非常に重要だと思うんですね。それなくしておそらく、えー、これからの大学というのは、えー、立ち入っていかないだろうと思いますそれができる大学のみが生き残っていくだろうとまあ超ある多様性と私は呼んでますがで、まあ、それで大阪大学としては大阪大学未来戦略2012年2015年というのを、まあえー、以前、えー、私が総長に就任した時に、まあ、作ったわけでありますがその中で一つ未来戦略法を創設いたしました それはですね、今言ったことを一つの具現化するための一つの手段でございまして学問の多様性各部局がやっている学問の多様性それをいかに実践を尊重し、まあ、それぞれがレベルアップしていただくそれと同時にこの部局,部局をまたがるですねいろんな異分野、融合的な分野それをそれはですねこの部局だけに任せてたんではこれは全体像としてはいかないわけで。 この武局横断的な異分野融合のさらなる新しい学問領域の開拓というのは武局だけではできない武局をまたがいてしかできないことでありますそのことをするために、まあ、未来戦略機構というのを作ったわけでありますで、えー、これはその今言いましたように武局横断的な新しい研究分野異分野融合領域をインキュベーションしていくバーチャルな組織でありますが、えー、すなわち 既存のある分野を非常に強化するとか、あるいは異分野融合で新しいものを作るとか、全くないものを作るとか、まあ、そういう新領域を開拓するインキュベーション機能として未来戦略機構を作ったわけであります。で、その未来戦略機構はのもとにですね、この力の最大化と組織全体の力の最大化を極力測っていく、まあ、そういうマシンにしたいということで未来戦略機構を作りました。でこのの未来戦略機構というのは機構長が まあ総長でありましてその総長のもとに機構会議がありさらにこの特徴は戦略企画誌といいうのを設けていますこれは大学内のいろんな現状分析を科学的にやるそしてそれに基づいて将来の提言をしていただくとかあるいはその個々のですね、えー、まあいった IRQ のです、ね、大学内のどういう人がどういうアクティビティをしているかそういうことを解析していただいて まあ大阪大学の現状を科学的に理解しそしてそれを未来へどういう方策にしたらいいかというのを提言してもらう、まあ、そういう機能を持たせた持っていただきたいというのがこの戦略教室でありますかさらにですねこういう教育研究推進部門を設けましたで、これは異分野融合的なもので例えばこの教育推進部門で研究推進部門の中には例えば創薬基盤科学とか認知脳システム学とか光量子科学とか 部局横断的なもの例えば認知能というキーワードで研究者がバーチャルに集まるそしてそこでインタラクションをしていただいて新しい研究分野を作っていく、まあ、そういう発想であります。でこれはですねこういう新しい分野が、まあ、現在大阪大学の強みとして r p i プログラムで免疫学フロンティア研究センターがありますがこれは大阪大学の一つの顔でありますが。 この DARPI、i f l e c に続く将来の DARPI みたいなものを、まあ、こういうことをして育てていきたいという心がであります。で、さらにですね、この未来戦略法では、グローバル人材の育成ということで、博士課程、リーディングプログラム等も、まあ、この部門に入っていただいて、えー、大学院教育に観点からも、まあ、分野横断的にできるだけ大学全体で協力してやっていこうという発想で、第一部門から第五部門までは、えー いいわゆるリーディンググ大学に博士プログラムが入っていますそして第6部門から第9部門まで現在ありますが、えー、先ほど言いました創薬基盤科学とか認知能システム学とか光量子科学部門とか、えー、最近できましたグローバルヒストリー研究もこのような、えー、できるだけその大阪大学として強い分野でしかも部局横断的な新しい学問領域を開拓していくという方針のもとにこういう部門を作って活動をしています。 で今までの話をまとめますと、多様性の維持と持続性、そしてこの力の最大化と組織、大学全体の力の最大化をいかに調和を取って図るか、部局と本部の間に適度な緊張関係を構築するとともにです、ね、この緊張関係を対立ではなく、駆動力にいかに変換していくか、そして志、理念、戦略、戦術、これをいかに構成員がこういう価値観を共有していく。 そのためには対話と助の心が必要である。まあ、こういう基本的な方針で大阪大学の運営を現在の執行部はやっておるわけでございます。そして、そういうもとで、敵軸から世界的軸へということでありますこれを少し説明してさせていただきますと、まあ、大阪大学の原点は敵軸であります。敵軸は尾形公安が1838年に大阪に作った蘭学軸であります。この軸にはですね、実に日本全国から 江戸からも含めて1,000人以上の若者がここに集まったわけであります。でここで当時の蘭学蘭医学、えー、それはもう単に医学だけにとどまることなく科学であるとか物理であるとか数学天文学いろんな学問をここで、えー、皆さんが切磋琢磨して学んだわけでありますがそういう人たちがですね例えば福沢諭吉とか大村益次郎等の人がここから輩出されて当時の 日本の新時代を切り開いた、明治を切り開き、今の現在の日本のもとを作ったわけであります。これが敵軸であります。この敵軸を大阪大学は原点としておるわけでありますが、敵軸から世界敵軸という、この意味は、敵軸という歴史を踏まえ、さらに世界に目を向けて、世界敵軸へと発展していく。それは大阪大学に世界から人が集まり、そしてそこで切磋琢磨した人が、 えー、世界に散らわり世界中で活躍するということであります。でこの概念のもとですね、えー、特に超ある多様性を創造するのであるということを、まあ、理念として私は強く訴えておるわけでありますがこの超ある多様性というのはどういうことかといいますと、まあ、この地球上にはいろんな多様性が存在します。まあ、大学の中にもたくさんの多様性がありますけどこの地球上には言語であるとか 文明とか文化であるとか宗教とか政治とか国とかもう本当に多様性が存在するでこの多様性というのはですね尊重しなければならない多様性を尊重しなければ自分,自分の自分というものを誇りそして他人を尊重するこの心がなければいけないんですけどこの多様性というのはですねそもそも心豊かな人類の発展にとっては必須のものであります もしも多様性がこの世の中からなくなってすべてモノトーナス世界スタンダードが支配すればどうなるかちょっと考えただけでも恐ろしいですよね食べ物一つにしてももう朝昼晩みんな世界中の人が一斉に同じものを食べるという世界を想像してみてくださいこの多様性というのは人類が心豊かに生活していく発展していくために必須でありますしこれはイノベーションの源泉でもあります多様性なくしてイノベーションは生まれない しかしながらこの多様性というのは一方ではいろんな障壁を作るわけですね言葉一つにとっても言葉が違うコミュニケーションができないこれも一種の障壁でありますそして文化が違う考え方が違う宗教が違うそうなってきますと時にはいろんなコンフリクトが起こり時には戦争にまで発展するわけでありますそして今や もう今から1,000年前とか500年前と違って地球はどどどどんどんんどん狭くなってるわけですね。もう感染症だってもし100年前200年前やったらエボラ出血熱が何ぼアフリカで流行ったとしても関係ないことですよ日本では今やそうは言っていらないそれは地球温暖化にしても食料問題にしても環境問題にしても全て地球の問題として考えなければならないし地球はものすごく狭くなってるわけで そういう時代において多様性というのはますますネガティブな側面を発揮しだすそれは障壁コンフリクトいろんな各地の紛争が起こっている。そうしますとですねこれは多分今後この多様性がもたらすネガティブな側面というのは今後もっと増えてくるだろうとそうしますと21世紀において人類が生き延びるためには多分この多様性のネガティブな側面を何らかの手段でオーバーカムしないと人類は滅亡に行っていく。 しままうんじゃないいかと思いますが、まあ、そこまで大切なこと言わなくてもですね、翻、えー、って大学はどうかというと、大学というのは学問を持ってるわけです、ね、学問の負である。当然我々は学問を介して、教育、研究を介して、人を育て、そして科学技術、発展させ、まあえー、人に夢をもたらし、まあ、人類の発展に貢献してきた、今までも貢献してきたし、これからも貢献していく、その学問の負であるという、その使命は、 未来英語変わらないと思いますがそれにプラスですね21世紀の大学における大きな役割はこの学問というのは一つ考えてみますとこれはスポーツとか芸術とかあるいは経済活動と並んで一種の人類共通言語でありますつまり人類共通言語というのは全然バックグラウンドと違う人とコミュニケーションができるということである言葉が違うが宗教が違うが考え方が違う でも人類共通言語を駆使すれば学問でコミュニケーションができる。芸術、スポーツでコミュニケーションができると同じように学問でコミュニケーションができる。で、そうしますとですね、大学は学問を持ってるわけです。で、21世紀において大学の一つの大きな役割は、この学問を介するこの地球上に超ある多様性を創造する。 といういこととだろうと思う思んです、まあ、これは簡単に言ってしまえば学問を介していろんな人が集まってきてそこでコミュニケーションしお互いを、えー、全然バックグラウンド違う人がコミュニケーションする、まあ、そういう、まあ、簡単なことなんです当たり前のことなんだけどそれはますます大学に果たした課せられた大きな役割の一つだろうともちろんそのために我々は学問を粛々とやっていくわけでありますがその過程の中で学問を介する人がいろんな人が 多様な人材がインタラクションすることによってお互いをレスペクトし、そしてお互いの文化を理解し、地球ように超ある多様性を創造。これがですね非常にまあ今後重要になってくるんじゃなかろうと思います。で、そのためにもですね大阪大学は学問レベルを上げなければならないわけです。学問レベルが高くないと学問による超ある多様性を作ることもできない。人も集まってこないわけですね。 まあそういう意味でも大阪大学は研究型総合大学として世界トップクラスの大学にならなければならないと私は思います。でじゃあこの適軸から世界適軸ということですけど大阪大学にはいろんな強みがあります。例えば世界トップクラスの競争力を持つ免疫学を中心とした基礎研究の実績であるとか、えー、今未来戦略機構で異分野統合研究認知能とか光量子科学といろんなものを新しく。 作っているそういう先進的な考え方あるいはですね、えーえー、大学院教育等においても副専攻とか副プログラムが非常に充実しておるとかですね博士課程、えー、教育リーディングプログラムが5つも走っておるとか外国学部というのを持っておって24の言語を使うことができる、まあ、日本で唯一の、まあ、総合大学であるそれから医療と先端研究,先端研究の融合先導的な三学連携がなされている。 大学協定、海外拠点、国際条約トラブル、あるいは基礎となる、まあ、柔軟な人事給休業施設まあ他の大学に先駆けて実行しつつある、まあ、こういう大阪大学の現在の強みがあり、それと、適軸の精神、人のため、世のため、道のため、そういう適軸の精神と、まあ、大阪大学未来戦略、22世紀に抱え、こういうものを組み合わせてですね、適軸という歴史を振り返りながら、 えー、未来二十二世紀に向かって、世界的受験ということで進んでいこうということであります。で、されどですね、自分らの足元を見てみると。これはなかなか程遠いということはわかります。例えば、いろんな大学ランキングがあります。これ大学ランキングというのは、何もこの大学ランキングが本来の目的はないんで、大学というのは学問と教育をするのが本来の姿でありますが。えー、まあ、この大学ランキングも一つの指標として、まあ、見てみれば。 例えば現在の大阪大学の立ち位置というのは QS ランキングで見ると世界55位であります。上海交通大学のランキングでは世界78位。タイムズ・ハイアー・エデュケーションに至ってはなんと157位であります。でトームソン・ロイターのこれサイテーション・インデックス2013年には総合で世界47位、まあ、日本では3位、まあこういう立ち位置なんですね。まあ、これは一つの一つの手法であってこれが絶対的なものではありません。 その証拠に、QS は55で、タイムズハイアイツキションも150とか、全然これ、相関してないですね。だから、これ、絶対的なもんじゃないけど、まあ、一つの手法である。まあ、そういう、そういう側面から、まあ、大阪大学の立ち位置はこういうもんであると。で、例えば、トムソン・ロイターの最低所インデックスは47位ですが、これを分野別に見ると、いろんなことが見えてきます。えー、トムソン・ロイターは全分野を22の領域に分けて、 でえー、それぞれの領域で世界ランキングを作ってるわけですね、でその総合で47位なんだけど、大阪大学の場合は、これは最低賞の合計ですから、論論文文ののの質と論文の量の相関で決ままってきますだから、必ずしもこれが高いからって、論文の質が高いという保証はないんだけど、まあ、一応です、ね、こういう方面から見たときに、例えば、名医学はこれ2013年、世界ランキング7位、国内ではトップです、ここから始まって、ランク外もあるわけですね。 えー、ランクがついてる最,最低のランクは社会科学の956位ここまでランクついて,てますけどここになったらランクもないということになりますでこの中で例えば大阪大学は現在22研究領域のうちこの8領域が世界ランキング100位に入ってるとでここ注文を含めて13領域が200位以内に入ってますしかしながら他の9領域は200位以下あるいはランク外ですねで、まあ、こういう実態が見えてきますで、えー まあ大阪大学はいいとこもあれば悪いとこもいろいろさまざまバラバラであるということですで。これが東京大学とか京都大学になると全ての22研究分野が少なくとも日本の中の国内ランキングでいうと大体東京大学とか京都大学は全て5位以内に入ってますね。これは大阪大学は、まあえー、5位以内に入ってるのはまあ半分ぐらいしか入ってない、まあ、そういう村があるということもわかります。それかららさにですねこれはあの 最のトータルですけど、これちょっと質,質というか、まあ、1論文あたりの非引用件数を加味したときにどうなるかということです。で、これ縦軸はですね、例えば物理から始まって、下は農業科学になってますけど、これは上、物理学が大阪大学では最も論文数が多い分野です。まあ言ってみたら研究者も多いということになると思いますね、多分。で、その次きに多いのが臨床医学。まあこういうふうに、えー、論文数が多いとこから順番にこう並べてあるんですね。で横軸は それぞれの分野の1論文あたりの非引用件数のそれぞれの分野の世界平均を1としたときに例えば免疫学は大阪大学の免疫学は2.4であると、まあ、そういう見方ですだからこれ相対的な、まあ、非引用件数の、まあ、質まあ質と言っていいのか分かりませんけどまあ非引用件数は相対的に高いか世界標準1に比べて高いか低いかということを言ってるわけですそうしますとですね この1よりも高い分野は大阪大学が13分野が1よりも少なくとも高い9分野は1以下であるということが分かりますでこの1以上の13分野の中でもですね1.3で切ると六分野が大阪大学では6分野が1.3以上であるということが分かりますでこの6分野のうち実に四6分野のうち5分野が生命科学であります免疫学を筆頭に生命科学が 占めてる科学以外は。で、まあ、これはですねどう見たらいいのか知らないけど、まあ、大阪大学というのはちょっとここに偏ってるあるいはこれだけで一流大学になってるというふうに言ってもいいかもしれないここがダメになったらダメになる。まあ少ないともこの分野の人方には今以上に頑張っていただきたいという <laughs> そしてもう一つはですねこの分野ですね物理臨床薬科学まあ科学は1.3生物学生化学材料学 ここの5つの分野というのは論文数が多いんですね。ということは研究者人口が多いということです。大阪大学の研究者はかなりかこの物理か臨床医学か化、科学か生物材料科学の分野の人が多いということで。で、この分野はまあ大体波なんです。で、科学の1.3。だからここの分野の人にはこれだけ研究者おるんだから、なんとか頑張ってほしいという。で、もう1つの分野は1以下なんですね。 ここ,の方がここの分野の方はより一層もうこれは世界標準に近づくように励んでいただきたいと <laughs>、まあ、そ,ういうそういうのが、まあまあ、こういう、まあ、こ,れこれは絶対的なもんじゃないですあくまでもこういう指標から見たときに、まあ、その分野全体として言えることですねこれは何も全体がこうだからって個人の先生が悪いとかいいとかというものではない例えばこういう全体として見てこうなんだけど個人で見るとまた違うんですね。これはですね そのトムソ・ソン・ロイターが「ハイリー・サイティッドリサーチャー2014」というのを発表しますでこれは世界中でトップ1%の論文を多く発表している人を「ハイリー・サイティッドリサーチャー」と定義して世界中で3,200名が「ハイリー・サイティッドリサーチャー」に選ばれました。3,200人。そのうち大阪、えー、日本は98人です。 だからまあ世界シェアでいうと何パーセントですよね、えー、?10% 弱ですかね。3200人のうちの98人が日本人がハイさーサイテスリサーチャーになった。98人。そのうちの大阪大学は15人入ってるんですね。で、これはですね、非常に多い。例えば東京大学17です。京都大学8人だし、東北大学は4人。で、運営交付金とか研究、教,教員の人数を見ると、 大阪大学は東京大学京都大学東北大学と比べて運営交付金の額も教員の数も全て最下位ですが、まあ、15番ということは東京大学よりも人数当たりに直すと断トツに多いていですこれはですね先ほど言った分野別で見ると波であった生物とか生化学化学とか臨床学この辺は波だったんですけどね、えー、においてもそういう突出した人がおるということで、えー まあ材料科学とか、まあ、物理とかそういうのがいないのはちょっと寂しいですけど、まあ、これはまあ,あのまあだからといってじゃあこの人が中身が本当につかいかどうかというのはまた別問題だけど、まあ、少なくとも非常に引用されてるわけですから皆さんから注目されてる仕事をしているということになりますね、まあ、こういうふうに、えー、まあ個人のレベルで見ると、まあ、投資した人もおるという、まあ、それは比較的この ケースから見ると東京大学なんかよりは多いと、まあ、ポテンシャルはあるというふうにも言ってもいいかもしれないし、えーまあ、こういうことですね、まあ、いろんな分野でおるということです。もうちょっと他の分野、こういうところにもおればいいんですけど、えーまあ、大阪大学は、まあ、ポテンシャルはこういうもんで、まあ、世界トップ10、なかなか大変だねと、まあ、確かに大変だと思います。ま,あ、有名のまた有名かもし,れない、えー、しかしながら、まああ、されどポテンシャルは私はあると思うんですね。 で大阪大学の志というのは2030年創立100周年、まあ、適塾から世界敵塾ということで世界トップ10の大学になると、これは非常に遠い夢かもしれないけど、まあ、物事の本質を見極め、要するに学問により超ある多様性を創造する、まあ、そのことによって人類社会に貢献したいと、まあ、そういう理念であります。それで、えー、じゃあこの創立100周年世界敵塾に向かってですね ままあまあ17年先だからまあどうでもいいと言えばどうでもいいんだけどやはりそれに向かって大阪大学がどういう姿勢で臨むかということをそろそろみんなで考えていく必要があるだろうということでまず、この総長が議長になってですね理事副学長総長補佐理事補佐と経営協会の学内委員これは部局長の代表の人と思っていただいたらいいと思いますけどそういう人から総会を第1回を7月16日に開催いたします。 そして第2回はまあ来年の1月にまた開催して定期的に全体の価値意,識意識というか価値観を統一していこう世界的に2 0 0創立100周年に向かって意識を高めていこうというのでそういう総会をスタートさせましたさらにこの総会だけではです、ね、物事は進まないのでこの総会の下に常設部会ということで基本構想ワーキングキャンパス構想ワーキング病院構想ワーキング創立100周年夢募金ワーキング 第3期中期目標計画ワーキングを立ち上げましたで、このワーキングは今、頻繁に活動しています。で、こういうワーキングをまとめたものを、第2回の総会でまあ発表して、えー、徐々にまあこういうコンセンサスを得ていきたい、また必要におじてですね、いろんなワーキングを今後も作っていきたいと思っています。まあ、あ創立100周年、2031年に向かって、大阪大学としても、こうやって動き出したということを、皆さん方、理解していただければと思います。 そしてです、ね、そういう中で世界的軸構想、次世代教育プラットフォームの構築、これはスーパーグローバル大学構想でありますけど、そういうものも、一つの世界的軸構想、世界的軸に至る一つの手段として申請し、今回、A タイプに認められたわけでありますが、この中で4つの改革、世界に展開する大阪大学の教育研究、次世代型人材育成に向けた教育プログラムの構築。 国際標準の教育の保障、学習環境の向上、まあ、大学改革の推進体制の強化、まあ、こういうものがスーパーグローバル大学では問われておるわけでございますが、まあえー、特にですね、えー、人材の多様性、これは留学,、えー、学生も含め、教員も含めて、必ずこの人材の多様性というのは今後、このグローバル大学として、世界を目指す大学として、当然これは結果として自然にそうなるべきものでありますが、 ある程度目標を決めてですねそれに向かっていろんなプログラムを作っていきたいと思っていますまあ平成32年度までに少なくとも留学生受け入れ派遣を今の現在の倍にしていきたいと思っていますでそのためにまあいろんなことをやっていきたいグローバルビレージを作ったりカ仮日ン大学のオフィスを誘致したりまあそういうことをいろいろやっていきたいですが例えば今グローバルビレージと言いましたけどまあ留学生を呼ぶ時に一つのネックはやっぱり住,住居問題なんですね で大阪大学の住居問題というのは今いいかというと決して褒められたもんでもないとでそれをですね大阪大学幸いなことにいろんなその有あの非常にその価値のある、えー、不動産というか、えー、土地を持ってるんですねそういう土地をうまく PFI と結びつけて有効に活用し、えーまあ、グローバルビレッジを作っていこうということで、まあ、その発想は、えーまあ、PFI に基づいて 土地を賃貸して民間業者の力を借りてこういうものを作っていきたい。でそこは当然留学生とか日本人とかの区別なく混虫であり教員もそこにあるシステマティックに入っていただくとそしてその地域住民とのコミュニケーションも図るそういうものをですね10年かかって2600名規模のものを作りたいと思っています。でこれはは第1期第2期第第期期期期と分けてていってまず第1期には 400人から500人規模の PFI 事業を今立ち上げるべく具体的な案を、まあ、専門家に作ってもらっているところであります、まあ、こういうものを作っていこうとしていますで、えー、さらにですねこの海外ネットワークとしては大阪大学は現在北米センター上海に東アジアセンターそれからバンコクに ASEAN アセ,アンセンター欧州グロー人ンゲンに欧州センターがありますこれらのセンターは以前は10だったんですね 地域だそれを点からこの面にある,ある国からその地域全体に広めていくそういうネットワークの中心にしていくさらに部局が持っている海外拠点との連携を図る中心地点にこういうセンターを変革していくということでありでさらにですね大阪大学はいろんな大学協会に入っています特にこの日英産学連携スキームこれは イギリスの6大学と日本の6大学が加盟していますし日独6大学学長会これはドイツの3大学と日本の3大学それから AL 東アジア研究型大学協会これは17の大学日本からは6大学が入っていますそれからもう一つですねこの環太平洋大学協会これは環太平洋の45の大学が加盟している協会でありますが。 ここにですね、大阪大学は入っています。で、まあ、こういうものと、えー、センターと有機的に連携してですね、えー、積極的に、まあ、国際戦略を進めていきたいと思っています。さらに、えー、大阪大学に、カリフォルニア大学のオフィスを誘致することに成功しました。で、この12月に大阪大学に、豊中キャンパスにカリフォルニア大学のオフィスが、えー、開設されます。オープンします。で、このアプロ先ほど言いました、環太平洋大学協会。 これに関しては私はですね、まあ、大阪大学は1997年に加盟してるんですけど昨年から私がこの日本大学の理事に就任いたしますし、まあ、そういうこともあって来年ですね6月28日から29日大阪でこれ毎年あの学長会議やってるんですけど大阪で初めてこの環太平洋学長会議を大阪で開催いたします。 まあこの太平洋学長会議でのまあ大阪大学の役割を果たすとともにですね大阪のプレゼンスあるいは大阪大学のプレゼンスをまあ世界に訴える機会にしたいと思っていますまた先生方にはご協力よろしくお願いいたしますさらにですね先ほど言いましたカリフォルニア大学のオイスを富永キャンパスに誘致することにまあ成功いたします、まあ、カリフォルニア大学というのは皆さんご存知のようにこの4日にえ UC バークレーとか UC デイビスとか UCLA とか十個の学校を持っているわけですねそれのコンプレックスがカリフォナ大学このコンプレックスの本体のオフィスをここに誘致することに成功いたしますでこのオフィスをにはカリフォナ大学の教員が常駐することになりますのでここを使ってよりカリフォナ大学との留学生の交換留学あるいは単位互換そういうものを積極的に進めていきたいまあそういう一つのモデルケースにしたいと思っています それからです、ね、もう一つ力を入れているのはこの国際ジョイントラボであります。これは先生方ご存じだと思いますけど去年、昨年とこの国際共同研究促進プログラムというのを立ち上げました。これは相手方の共同研究先の教授クラスが大阪大学に年間最低1か月以上、まあ、1週間4回でもいいですが1か月以上滞在する、まあ、そういう条件のもとに本部から そのプログラムに対して年間最高1500万、まあ、滞在費、旅費それからそのためのポスドク雇用費そういうものを支給するというプログラムでありまして、えー、まず1年目には15件が採用されますそれから2年目は35件を覚りましたけど7件、まあ、お金の関係で7件採択させていただいて現在22件すなわちこのヨーロッパアジア北米 の相手先の教授クラスが大阪大学に年間1か月以上すなわち年間22か月滞在していることになっています、えー、まあ平均すればどこかに2人ぐらいは、えー、共同研究先の教授クラスが大阪大学におるとでこの波及効果が結構大きくてですね教授クラスが来ますから当然学生の移動が起こります行き来が起こりますそれからポスドクを雇用してますからそのポスドクもかなりの数の人が 日本人じゃなくておあの外国の方です。もちろん日本人でもいいんですけど、まあ、そういうことで結構この人と人の実際のインタラクションが起こるということで、まあ、これはかなりいいんじゃないかと思っていますでこのことによって、えー、研究が促進されるあるいは、えー、国際交流が進む、えーまあ、そういう、えー、ひいては、えー、超ある多様性の創造、まあ、に、まあ、寄与するんじゃないかと。 でえーまあ、このことによってですね大阪大学の研究力が国際的に、まあ、認知され一つの、まあ、これも手段でこれで全てというわけじゃなくて、まあ、こういう一つの手段の積み重ねだろうと思うんですけどもちろん基本的には先生方がそれぞれの研究を、えー、少しでも上を目指してやっていただくというのは一番の原則でありますが、まあ、このううことで現在22拠点、まあ、年間2億円ぐらいをこあここに使ってます。まあ、これも あの外部から取ってきたお金で使ってるわあの本部が外部から取ってきたお金を回してるわけですけど、まあ、100拠点に増やしたいと、まあ、例えばスーパーグローバル大学で入ってくるお金であるとか他から他の本部が中央から取ってきたお金をこういうところに振り向けていきたいと思っていますで、えーまあ、あとは次世代型人材教育に向けた教育プログラムでありますがこれ大阪大学はですね、まあ、スーパーグローバル大学の申請の時もこう書いたわけでありますけど こ,の体系的学習これは、えー知,識のえー、知識を体系的に取り入れそれを専門的な研究専門教育を通じてです、ねえー、それを論理的に解析する、えーまあ、そういうアナリストというか解析する力それと、まあ、社会的価値の創造につながるようなあるいは異分野との人とのインタラクションできるような全体の知を統合するようなスタイル、まあ、こういうですねナレージとアナリスト親切。 えーまあ、こういうことを一つの表題にして、まあ、これ当たり前のことじゃ当たり前のことなんですけど、まあ、物事の本質を見極めそして、えー、いろんな知識体系的な知識に基づき専門を深めそしてさらに柔軟な心でいろんな異分や融合ができる、まあ、そういう柔軟な心を持つ、まあ、そういう人真の、まあ、社会あるいは学問のイノベーションを起こせるような、まあ、そういう人をまあ基本的に えーまあ、いろんなレベルがあると思いますそういうことを人を育てていきたいということであります、まあ、そのためにですね、えー、例えば大阪大学ではすでにこの主専攻に比べての他に副専攻プログラム高度を副プログラムがいろいろあります、えー、副専攻プログラムとかあー高度を副プログラムはありますでこういうものを体系化してよりですねシステマティックに全体の大学院生が単なる専門じゃなくて横串のの まあこういう高度副プログラムとかプログラムを受けてですね、えー、いろんなことに対応できるようなそういう人を育てていきたい知の統合学習のための新たなプログラムを今後、えーえー、組織的に構築していきたいと思っていますさらにですねこれは大阪大学でしかできないことだと思うんですけどマルチリンガルエキスパート養成プログラムこれはまず <laughs> 外国学部に25の言語がありますが えーまあ、理想的には25の言語と専門16との掛け合わせということになるんですけど、まあ、そこはいきなりで,できないんでまずは外国学部の学生が本人の選択によって例えば文学部人間科学部法学部経済学部の副専攻プログラムを学部の時に同時に受けるというだから言語を使える人がこういう文学とか人間科学部法学部のようなあるいは経済学部のような専門性を 加味したそういう人を育てていいくと、まあ、そういう人たちが将来、まあえー、大学に進むなりあるいは修士博士課程に進むことによってです、ねえー、こういうマルチリンガルなエクスパートが養成できるとこれ,はあのこれをもう,少し、えー、もう少し文系部局に広げていきたいと思いますし、まあ、理系部局がどんだけ広げるかちょっと分かりませんがその逆も本当はしたいんですね。こここれは一方通行ですね外国学学部の学生がうういうこと まあそういうことも試みとしてやっていきたいと思いますしさらにですねこの新しい大学院を作りたいと思っていますでこの大学院の構想は未来選択校で先ほど言いました新しい異分野融合領域をインキュベーションしてるわけですねそういうことによって得られた新しい異分野融合領域あるいは判断の現在の強みを生かせるような判断の強みであり新しい研究分野 そういういいものを戦略的にやっていく大学院でしかもそのマネージメントはグローバルな大学院組織であるまあ例えば外国人留学生が教員を含めて30%ぐらいでおるとかですね、えー、年俸制であるとかもう要するに世界標準的なそういうマネージメントをする組織であるでその目的はですねその少数性による。 うまあ、そういう人を集めてもうこれは多分1学年の定員も非常に絞ってですね世界をリードする卓越した次世代のアカデミア研究者の育成を大事にします、まあこういう,う、まあ、そういう大学院を、えーまあえー、平成29年までに作りたいということで10月一日付で新大学院設置担当副学長として 北岡基礎工学の特別教授を指名いたしますで、えー、現在北岡先生のもとでこ,のこれをどういう形にするかというたたき台のワーキングを現在開いていただいているすでこれをもとにですねもう少し全学的な大きな親委員会新研究科設置検討委員会これは部局長の先生も入れた委員会をま作ってこれは最終的にこういうものを実現したいと思っていますこれは1つの 大阪大学の将来の大学院のモデルケースになるようなものも目指してるわけですね。でただしこれはモデルケースですからあくまでもスケールは非常に小さい1学年20人ぐらいとかね例えば、まあ、そういうスモールスケールの大学院でありますそういうものを作ろうとしています。で、まあ、あとは国際標準の教育の保障学習環境の向上ということでここに書いてあります学事歴の改革から始まってですね、えー えー、様々なここととをやっていこうと思ってていう思おります特にこの学児歴ですけど、えーまあ、現在は第1学期第2学期ですけどこれをですね3攻めにしたいとい。でその心は第1学期第2学期第3学期そしてこのとこ夏休みをまあ7月8月たっぷりとってですねこの夏休みをうまく利用して、えー、まあ現在の夏休みと欧米の夏休みとずれてるんで向こうの学生が反対に フルにしても、半田の学生が向こうに来ても、非常に不都合が多いんですね。で、これを揃えることによって半、半大でかい、ええ、の学生が海外のサマースクールへ学生が容易に。参加できるようにもなりますし。欧米の、まあ、例えば、カリフォルニア大学の学生さんを。大阪大学がサマースクールを開設して、それを受け入れることも。現在非常に容易になると、現在だとなかなか大阪大学でサマースクールを作っても。 ななかなか学術が合ってないんで相手方が来れないんですねで、まあ、そういう効果があるだろうとでまあ教員の方にとってはですね、まあ、こういうところに集中的に講義することによって他は集中的にまあ研究ができるんじゃないかと、まあ、そういうこともありますで、まあ、こういうクオーター制を、えーまあ、導入したいと思っていますそれからですね例えばこの、えー、m o o c というかインターネットでの講義の配信ですねこれはマッシブオープンオンラインコース というのがありまして、エディックスというマサセッチ工科大学とハーバード大学が共同で設立したこういう団体があります、これに大阪大学は日本では東京大学と京大に続いて3番目なんですけど、一応これに加盟しました。で加盟してですね、えー、来年の春から少なくとも4つの講義を配信することになっています。例えば、免疫学のようなものを含めて、それをまあ英語で配信する。まあ、このことによってですね、まあ、これこのこと自身は、講義自身は全体のほんの一部なんで、 それほどインパクトはないかもしれないですけど、まあ、このことは一つは反対のプレゼンスのアピールにも国際的なアピールになるわけですねでまあこういうことを試行錯誤することによって将来これをどういうふうに使うかということの、まあ、こちらとしては学習もできるわけです、まあ、いろんな意味でまずは4つぐらいの大阪大学の持っているリソースを使って英語での講義を配信していくということを計画しています。 まあ他にも、まあ、こういうこと書いてありますけど、えー、それからですね教員の多様化としてはすで、まあ、に大阪大学特別教授制度を導入しましたしクロスアポイントメント制度を導入しましたまた評価連動型年俸型のを導入いたしますで現に、えー、大阪大学特別教授としてはすでに13名の特別教授を任命していますで、まあ、こういう,う、まあ、特別教授には300万円の手当を差し上げてますねとまあ外国人 優秀な人をよ呼びたいといととうこともあって例えば600万円の、まあ、特別、まあ、これだけで外国人の優秀な人が来てくれるというわけではないですけど、一、まあ、つのカードにはしたいと、まあまあ、そういう意思も込めて、まあ、特別教育制度を作りますで、クロスアポイントメント制度、これはです、ね、例えば大阪大学が給料を80%払って、他の機関が20%払う、その逆もありということで、人の交流を、まあ、こういうことを広めていくことによって、えー、拡大していこうと。 これを4月から実施して早速ですね理科学研究所の人が反対にクロスアポイントメントするつまり反対が20%給料払って理科学研究が80%その逆も今現在交渉中でありますし今現在オンゴーイングではイギリスとかフィンランドとかスウェーデンの外国の大学の教授をクロスアポイントメントで大阪大学に先ほどの国際ジョイントラブで来てる人を中心にですね 実際に給料も払うと、まあ、そういう交渉も進めていましてもうすぐしばらくすると56人の人が外国人のクロスアポイントメントも成立するんじゃないかと思って、まあ、こういうことを人事広めていきたいだから年俸型評価連動型年俸制であるんですけどこれはまあ特任教授の方は任期付きで評価連動型の年俸制で走ってるんですけどこれは任期がない任期、まあ、は定年65歳制の評価連動型の年俸制で,でこれは評価によって年俸がかなり変わる 1000万から3000万の間で変わるような制度ですけど、まあ、一応最初の一人として4月1日付でロシア科学アカデミーの会員の人を教授として未来戦略機構の光量子科学部門に迎えることができました、まあこういう形でですね今後もですね、まあ、こういう形で先生方もまあこういう人たちを連れてきていただければ、まあ、部局一応まあ部局がお金出してもらってもいいですし場合によっては 本部が出すことも可能ですので、まあ、この人の場合は本部が出してるんですけど、まあ、こういう形で国際的に活躍している外国人をまあ大阪大学に招へしていく、これは教員の多様化であります、それから、あもちろん学生の多様化ですね、まあ、学生の多様化と、これも非常に重要で、特にです、ねあーまあ、スーパーグローバル大学でも一つの目玉として、これはまあ要求されたことでもあるんですけど、えーまあ、大阪大学としても、 えー、その今までのまあ偏差値に頼ってる入試だけじゃなくていわゆる新しい栄養入試を導入したいとこれはですね国際バカロレアとかスーパーグローバルハイスクールあるいはスーパーサイエンスハイスクール等の、まあ、今現在いろんな試みがあります。でそういうシステムをうまく利用して、えーまあ、面接 そういう高校の3年間の実績等を最大限考慮した栄入試であります、まあ、こういうものを、えー、全額的にまあ10%を限度にまあ導入していきたいというふうに考えています、それからまあ新たな私費学、外国人入学生向け入試の開始であるとか、ですね、えー、まあ先ほど言いましたカリフォルニア大学とのサマープログラムの開始、まあ、そういう学生の多様化を今後、図っていきたい。 と思っていますで最後にまあ大学大学の推進体制の強化ですけど先ほど言いました大阪大学未来戦略機構、まあ、これが一つのですね、えー、大学のいろんな解析でも等を含めていろんな戦略を提言する場でもありますし新しい研究分野領域のインキュベーション機能も兼ねてるわけです。 まあそれはあくまでもバーチャルでありますけどされどまあ、まあ、例えば認知能というキーワードで大阪大学の各部局におられる先生方がここに集まってこられる、まあ、その中から新しい研究領域を作くる、まあ、そういうのが発展してそこから例えば先ほど言いました世界的塾大学院のにそういう新しい今までは各部局で大学院やったのを一つの大学院の中に。 これはバーチャルなんですね設置しも通すそういう大学院を作っていきたいということとそれからこういうものをやくきに、まあ、この平成26年、まあ、来年3月までに全学学習イノベーション機構を設置した、まあ、これはですね新しく作るというよりは全学共通教育機構とかいろんな教育に関係する組織がありますそれを再編して一つの全学学習イノベーション機構に再編して全体を統一的にやろうとするものであり。 それからですね、このグローバルイニシアティブこれもですねなんか急にこんなもの作るんじゃなくて現在大阪大学には留学生センターとかいろいろありますそういうバラバラなものを一つのグローバルイニシアティブ機構というもとに統一してですね大阪大学全体として、えー、研究交流学生学生の国際的な交流であるとか広報活動とかそういうものをここで統一的にしたい、まあ、そういう 組織改編を今現在検討、検討というか実行、やろうとして準備中であり、まあ、こういうものを組み合わせて、まあ、大学改革の推進をしていくと、でそれともう一つはです、ね、非常に大事なのは、これはあのスーパーグローバル大学の申請の時にも歌っているんですけど、まあ、皆さんご存じのように、文科省からの運営交付金はどんどん減る一方である、大学独自の財源をいかに確保するかというのが今後、非常に重要になる。で大阪大学も 何回もお願いしてますが大阪大学未来基金というのを、まあ、以前から、まあ、以前の鷲田総理の時代からずっと作ってきたわけでありますが創立100周年世界トップ10に向かってですね2031年までに未来基金を100億円にしたいとこれは夢じゃなくて現実にしたいと思っておりますが、まあ、いつも言っておりますが関係1 0万人以上います20万人以上おると思いますが10万人の人が10万円給してくれたら100億円になる だから簡単である10万円を10年かかって1年間に1万円給していただければ全員が皆さんも含めて1日27円ですからぜひぜひで,ですね大阪大学自分らの大学は自分らの手で、ね、よくしようという気を、まあ、そういう気持ちを学生にも植え付けたいですし、まあ、賛同いただけば皆様方全構成員もこういう価値観を共有していただきたいその上で、まあ、企業からいろいろ給付をお願いしていきたいと思っておりますので。 まあ、ぜひ、この未来基金100億円達成に向けて、1日27円の寄付をよろしくお願いいたします、まあ、そ,そ,それではもう一つは、ですねこの交渉であるでその、やっぱりね、大阪大学のブランディング、大阪大学という、大阪大学ってね、東京に行ったら誰も知らないんですね、もう慶応とか早稲田のがよっぽど有名で、大阪大学になんて地方大学です。で そういうこともありますし世界に向かってもぜひですね、この交渉をつけていただいてこの交渉というのは、えー、創立60周年の時に、えー、田中一行さんという、まあ、日本を代表するグラフィックデザインが作った非常に、まあ、これデザイナーが見ると素晴らしいデザインだそうです私これつけていくと東京芸術大学の学長がパッと私の顔を見るんじゃなくてこの学長を見てですね、これ誰作ったんって最初に言われましたぐらい。 まあこれはなんか素晴らしいみたいですからこれをできるだけつけていただいてこれをつけて外国に行くと時々これは何やと言われるんですねそうするとすかさず大阪大学の宣伝もできるそれからまあこういうものをできるだけですね名刺とかあるいは学会発表の時にこういうテンプレートを使っていただきましてまあ大阪大学を学会発表する時についでにさりげなく宣伝していただくとそれとこの「ワールドテ的クというパンフレットを手元にありますこれもですね候補戦略なんです。 そのレピュテーションをちょっと上げるだけで大阪大学のランキングはおそらく 10, 10番か20番ぐらいはすぐに上がります本当に上げようと思ったら本当に地道な努力して研究力教育力を10年かけてじっと上げていかないとダメですそれはほ本当にそれは皆様方が一つ一人がやっていただかければならないしかしこの広報戦略をですね皆さんがこの全員がですね 海外行くときにこの冊子を持って行って頂い,いて1冊か2冊かばんに入れて頂い,いて知り合いの方に渡すんじゃなくて説明していただくそのことでその程度のもんその程度なもんと言ってしまえばそ,それだけじゃないんですけど、まあ、大学ランキングってそういう要素もあります、まあ、大学ランキングって悪いよりはいい方がいいに決まってますしやっぱ留学生最近の留学生は大学ランキング見てきますから 大学ランキングが悪いとなかなかいい留学生来ません。そういう意味でもまあ大学ランキングというのは本末転倒にはならない程度にまあまあ大学ランキングあんなものというんじゃなくてまあまあそれもちょっとは気にかける必要はまあ私はあると思うんですが、えー、まあ東京大学の先生はですね、海外に学会行かれると1%ぐらいの時間は最低東京大学の宣伝をされるそうです。これは大阪大学の先生たちはあまりそういうことは気にかけておられないと。と でぜひですね1%ぐらいの時間を大阪大学の宣伝にかけていただければあ、まあ、少しはレピュテーションも上がるだろう、まあ、本質的な先生方が研究を意見を発表されればそれでレピテーションは上がるわけですけど、まあ、そういうことで大阪大学は世界的軸構想に基づきですね、まあ、いろんなことをまあトライアンドエラーでやっていきたいと思います。 えーまあ、執行部がやってることは全て正しいというわけじゃありませんので、まあ、我々はこれがよ,よかれと思ってやってるんですけど、えー、批判はいくらでも受けますので,でいくらでもプログラムは自由にこれは変えることは自由なんで、えー、言って頂ければですねこちらでいろいろ検討させていただいていろんなプログラムを変えたり新しく作ったりやめたりそれはしていくことを柔軟に対応していこうと思います。一番大事なののはは皆様方がやはりその世世界界的軸に向かって世界トップクラスの 研究型総合大学に2031年までになるというそしてその時に学部による超悪多様性を想像するんだというこの価値観とですね志と価値観とそういうものを皆様方一人一人が共有していただくというのは最も大事なことですねでこれを皆様方が一人一人が共有していただければ多分こういうことはまあ確かに難しいんだけど不可能ではないと思っていますで 私は常々ですね、最近は学生にこういうこと言うんですね。夢は叶えるためにある。これは夢とか理想というのは現実はかけ離れてる。だから夢なんですね。だから理想なんです。簡単にできることは夢とは言いません。ほとんど不可能だから夢なんです。で、ただしですね、あれは夢だと。俺に関係ないと。大阪大学に関係ないことだと。言っておれば永久に夢です。宝くじだってあんなもん当たるのは夢だけど、買わなければ絶対当たらないです。だからやっぱり夢に向かって、 少しでも目の前の自分ができることそれぞれの立場でできることそれはそれぞれ違うと思うんですけど自分のできることあるいは自分の夢に自分自身の夢に向かってで,できれば大阪大学の夢に向かってですね毎日目の前の一つ一つを小さなことを積み上げてきて行っていたりそういうまあ意識をもしも大阪大学の構成員3万4千人を全員が持てば私はこの 夢は叶えれると思うんですねあんなものは総長が勝手に言うてる夢のまた夢だと、まあ、皆さんが思われればこれはまあやっぱり夢です。ということでぜひですね、えー、皆様方大阪大学の夢を叶えていただきたいそのために目の前の小さなことでもいいから努力をしていっていただきたいそれは毎日の積み重ねですそれは皆様方自身の研究であり教育皆様方の人生そのものでも私はあると思うんですね。で皆様方は、えー どんな立場であって学生の立場であっても職員の立場であっても教員の立場であっても大阪大学というこの大きな船の一員であるという共通の運命を背負っておるわけですねその時にいかにそれぞれの構成員が大阪大学のまあ夢そういうものをあるいは価値観を共有できるかどうかでそれができれば大阪大学はきっと2031年創立110年の時には夢に近づいておるだろうと。 ちょっとしたら夢に成功してるかもし、れない。しかし、か夢にたどり着かなくても、まあ、そ,れにそれに近づいておるだろう、まあ、そういうプロセスが私は大事だと思うんですね。まあ、そういうことで、えー、ぜひですね、えーまあ今日の、まあ、私もこれで終わりますが、ぜひこの大阪大学の、まあ、夢というか、えー、こういう価値観を皆さん方が共有していただいて、えー、それに向かって一歩一歩努力していただければと思います。でそのために、 まあ、あの私もいろんな対話を心書いてるんですね。先ほども2時間ぐらいある部局の教授を10人ぐらいと2時間ほど懇談したんですけど、まあ、そういう機会を定期的に持っていますで、えー、先生方も何かあればあそれぞれの部局には理事補佐の方もおられますし場合によっては副学長であったりあるいは部局長は当然おられるわけですからそういう人たちを介していろんなことを、まあ、執行部の方に言っていただければ、 もちろん執行もできることとできないことがあるんですけれど、できるだけいいことは、ですねいいと思ったことは、できるだけそういうふうにする努力をしていきたいと思っております。ということで、どうもあの、えらい時間が30分と1時間も変わりましたけれど,どうも、とうりありがとうございました。